さんにちょっとお聞きしたいことがあるんですけど、今こうマカバの、はい、2箇所から、ね、今変化が起こってきて、ね、はい、現れとして、はい、起こってきてっていうことで、はい、でもしかするとこれ連動して他の裏側とかの他のマカバからの場所も何かしら現れが出る可能性があるかもしれない。それがその起こる現象自体はまあ何が起こるかは正直わからないっていうね、はい、いろんな形で起こることを想定しておいた方がいいっていうことなんですけれども、うんうん、先ほど申し上げたようにその地球全体のその磁場だとかエネルギーだとかマグマ、うん、っていうような動きっていうのは地球の中心から出たものが、うん、まずはマカバの発展に向かって動き始めて、うん、それはまあ一つその具象化するっていうそのエレメントなんですね。マカバっていうのはあの実は土のエレメントの象徴なんですね。土なんです、ね、土なんです。火風みの実で、火が生まれ、風を生み、それがまたその土のエレメントになってくるっていう、ここで現象化するっていう、ですから現象化する前にすでにエネルギーの動きっていうのはこう起こってるわけなんですね。でマカバの点っていうのは例えば我々がまあ最も、今私たちが住んでいる場所から近いマカバの頂点がここだとしますと、ちょうどその後ろ側、はい、対極にマカバの頂点がこうあってですね、はいはい、ここは非常にその関連性の高い頂点の一つでもあるわけです、うん、で具体的にはそれはこの南アメリカの、うん、この辺りですね。なるほど。それからそのすでにその噴火が起こったっていう意味では、うん、トンガ、はいはい、ここのマカバの頂点の対極っていうことになると、はい、このアフリカ大陸のここに行くわけです。へえ。でこれはまあ対極っていう意味では、はい、地球の真っ逆さまっていうようなことでの点と点は結ばれるんですけど、はい、エネルギーの動きの中で非常に関連性の高い点、うんとして、うんこういうところが浮き上がってくるわけなので、もしもですね、うん、これから先こういうようなマカバの点ですとか、うんまあ、もしくはその日本インドネシアから日本に向けてエネルギーが動き始めたこのラインと相似系のラインというのは地球にやっぱりこう存在するんですね、うん、こういうようなところが動き始めた時っていうのはより、うん警戒の度合いが、うん、高まっている証なのかなと思いますし、もう今の状態でかなり、うん地球のエネルギーが連動して、うん地球全体の変化が起こってるっていうようなところは、はい意識しておいた方がいいかなと思います。なるほどですね、はい、だからね、具体的にどこがこれからね動く動かないとか、うん、富士山がじゃあいつ噴火するんだとかしないとかっていう、うん、そんなことよりも、はい、もっと大きくこの地球自体が、はい、すっごい変化を迎えてるってことを、もうそこのスイッチはもう入っちゃってるよってところは確実に意識しておいた方が、あ、そうです、ね、もう本当におっしゃる通りだと、ね、こういう点の部分をこう いつどうこうっていうことに対して、ええ、そんな、ね、現れのことを目先のことっていうよりはもっと、ねはい、大事なことが今変化として起こってるんだよってことは間違いないと思うんで、はい、私も実は数年前まで、その、の意識の状態においては、はい、何がいつ、うん、どこで起こるかっていうことに非常に興味があったんですよ、うんええ、でそれをまあ知りたいとも思いましたし、うん物質的にどんな準備をして、どこに動いたら助かるのかとかそういうようなことが投資の世界なんてまさにそうなんです、ね、そういつ何がどうなるかみたいなのが
そう、それを知らないと本当に軒並み持ってかれちゃうもんですから、そういうことにすごく興味があったんですけれども、うん、やっぱり本当に大事なことは、はい、あの自らの内なる精神性を整えて、うん、あの何があっても大丈夫な自分を作っていくっていうようなことなんだなっていうふうに、だん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 この意識がこう成熟してきたっていうとちょっとおこがましいですけれども、変容してきたっていうんですかね。そうすると何が起こるかっていうことは何でも同じなのかもしれませんし、全く何も起こらないっていうことも、まあ逆にそのこれだけその世の中に不調和っていう現象が、うん、あの現れてるのに、うん、何も起こらないまま、うん、あの時間が経ってくっていうことは、うん、逆に怖かったりもしますけれどもね。なるほど。ただまあ私が思うに、あの我々が向かってる先っていうのは、うん、やっぱりこう一人一人のその意識の目覚め、うん、これはまあ、 あの言葉を変えるならば、うん、そのずっと二元性を生きてきてしまったその平面意識を、うん、はい、あのやっぱりこうもともとそうであったように立体多次元のものの見方、うん、生き方っていうものを取り戻していくっていうタイミングがいよいよやってきていて、それをこうきちんと管理して見守ってくれてる存在がいるんじゃないかなっていうふうに、まあそういう存在から自分たちは試されてるんだなっていうように感じますね。なるほどですね。